これをご奉公じゃ。では奥方と姫たちをの命に変えても頼みますぞ。さらばじゃ。僧侶上場およびその心得次のごとし、一つ一時休戦のこと構えてしか来るべからず、一つ妙仏業奥方お市の方並びにお三方の姫君を小田方へ引き渡されること、またこの時をもって休戦を打ち切るべきこと、明日の合戦は馬車池最後の一戦なればよろしく。貴公子と共に討ち死にするか。逃げんなら今のうちじゃ。いえ、この後に及んで何を。おい貴公は。もとより城を枕じゃ。おい貴公は。ああ、ご主君には馬前に死なねばならぬお情けを被っておる。おい貴公はどうじゃ。言うまでもない。立ってしょうもじゃ。逃げるか討ち死にか。言え。討ち死にじゃ。早て。お主はどうじゃ。俺か。俺は討ち死には嫌だ。何？なぜだ。いや、別に理由はない。ただできるなら俺は死にたくないのだ。人品人って我々組むか。うん、俺は欲の深い男だ。今日までが俺の一生だったかと思うと、急に俺という奴が哀れに思い出したのだ。あいつ、いい度胸だ。その光源本物かどうか鏡や英二が試してやる。一緒に死ぬのは惜しいはずだ。とっとと伏せろ。このまま城を抜け出せ。抜け出すんなら小屋のうちだ。俺は逃げたいとは言わなかった。何？討ち死にはしたくないと言ったのだ。こ
この城に残れば討ち死には覚悟せにゃならぬ。それとも敵の虜となって生き恥をさらしたいのか、貴様。お主はどうする。俺が。俺はこの城と果てる。貴様と違って俺は鹿三代にわたって恩義がある。明日はこの槍の穂先がボロボロになるまでついてついてつきまくって。俺は羨ましい。この城と共に果てる覚悟のお主が羨ましくなった。俺もそのような城が欲しい。馬前に死して国内主君が欲しい。ではなおさらのことだ。すぐ逃げろ。逃げてそのような主君を探せ。しかしお主の覚悟を聞いて俺は逃げる気にはなれん。我ながら不思議な気持ちだ。ねえ、おけ。貴様と俺とは行く道が違う。どうせ捨てできるのは命なら、どこを落ち延びることだ。それとも、逃げたくない別の何かが。何かがあるのか。女だな。そうだろう。バカな奴だ。それならば女と共に逃げろ。女連れなら帰って身の安全かもしれんて。行くぞ。逃げる道は一つ。空堀の西だ。明日になって命がないぞ。おい、なぜ夜兵士をやらなかったんだ。ん、やるどころか危なくやられるところだった。ほう、逃げるなら一緒に抜け出さんか。うん、俺もこんな城の犠牲になりたくないからな。うん、お主はいや、平時を偽るためにうちにするときっぱり言った。嘘の方便での。なるほど、そういう世当たりもあるか。何をせよ、いや、平時をやらなかったのはお互いに都合が悪い。あいつはケチなやつよ。人の生きるのが憎いんだ。違う、死ぬと誓って逃げるやつが悪い。弥平城はそれが憎いのだ。それが証拠には、俺には逃げろと言った。じゃあ何でその時逃げなかったんだ。死に決めないのにバカなやつよ。まあ、お互いに何年か無駄働きをした。それも捨て石だ。みんな寝静まってから空堀の上だよ。空堀の中に抜け道はない。いいか。誰か！おお、女だな。御本丸の山根様から急なお使いでございます。どこへな。脇坂様のご家中、さっさ早手の助様へ。おお、しかしよく参られたな。中野丸には敵がおるはずじゃが。小谷山を回って。おお、顔に似合うの強気な女だな。そのさっさと申す者は過保者じゃ。思わぬ引き出物ただじゃ返すまい。お嬢中、覚悟の上か。お通しくださいませ。いや、通さんとはいらん。しかし我らも今宵限りの命だ。根性の名残に尺など願いたいが。お倒れを。いや、大真面目だ。抱いて寝ても苦しくないぞ。負けた。取れ。丸の山様から急なお使者だ。女だ、すごい。さて、明日の合戦に遅れをとっては一大事じゃ。一休みするか。
浜殿。どうしてこんな場所へ、一人で。何のために来たのです。わかりません。ただ、私、明朝早く奥方様のお供をして、お田方へ参ることになりました。それで。おう、それは何よりであった。いや、それでともかくあなたの命は助かる。あなた様は。お事故にはすまぬが、ここで死ぬ気はない。明日戦うだけ戦って、落ちられたら落ちる。それでやっと肩の荷が下りた。いや、あなたのことがよほど気になっていたものと見える。私のこと、そのように。私、やめます。織田方へは参りません。何を言う。私、ここにいたいのです。バカな。いいえ、私、ご一緒に死にます。拙者は死ぬとは言っておらん。生きる限り生きるつもりだ。では、お城が落ちたらどこへ。どこへ。信濃へでも飛び込むか。諏訪の寺に知人がいるが。信濃といえば武田様。うん。お役目が終わったら、きっと信濃へ参ります。早瀬様。中野丸の敵が大谷山を押さえた。何。ではもう本丸へは行けんのか。どこにも行けぬ。俺たちはこのまま締め殺されるんじゃ。織田は咎めどころか。では人目につく。置いてこい。
してると夜が明けるぞ。しかしどこから逃げる。俺に抜かりはない。空堀の西に誰も知らない抜け道がある。ところがそこには野兵士が立っている。何？バカだ。あれが野兵士のはずがない。野兵士は確かに眠っていた。しかし俺はこの目で見たのだ。今しがたこの上走っていく野兵士を。くそ、こうなったら野兵士を切って逃げるばかりだ。野兵士が二人でならば。俺は嫌だ。何？俺は野兵士を切る気にはなれん。あいつはいいやつだ。そんなこと言ってたら自滅するばかりだ。次郎だ。何？頼みがある。この人を連れて逃げてくれんか。この人を連れて逃げれば野平次は俺だと思って見逃してくれるだろう。これより他にお主とこの人の逃げられる策はない。 お主はどうするんだ。俺はあんないい奴を見捨ててここを逃げられん。なので。いいか、どんなことがあっても口を聞いてはならんぞ。それからどんな場合でも拙者の後から離れてはならんぞ。
の？カノ、助かるめえな。おい、誰か殺してやれ。物を取るばかりが脳であるめえ。何もくどくだ。よし、俺は死な。こんなざまになってもまだ助かりたいのかい。ほっとけ。死ぬのなら勝手に死ぬ。おっ、ちょっと待ち。お父さん、やっぱり連れ出ってみようよ。ゲームね。だって、ここまでこの傷で落ちてきたんだ。案外使えるかもしれないぜ。そうさな。助けてみるか。おい、どうせ助けるなら大事に欲しい。死骸じゃないんだよ。危ねえもんだな。途中で海へ投げ込むことになりそうだね。気がついたな。おい、殺されなくてよかったな。なんだってそんなに人をじろじろ見るんだ。ちっ、寝ぼけてんだな。俺を一体どこへ連れてくつもりだ。まあ、任せておけよ。お前さんの命はもらっちまったんだ。煮て食おうと焼いて食おうとこっちの勝手だ。どこへ行くんだ。うるせえな。平野山奥だよ。大勢いたがどうした。やに大変な口聞きやる。みんな島の上で昼寝してるよ。島？一体ここはどこなんだ。沖の島さ。四季送って流されたんだ。もう丸二日こうやって波の静まるのを待ってるのさ。丸二日。腹すいたろ。お食べ。お前足掛け三日眠り続けてたんだよ。三日って、これから。あれは織田の手でだな。あの歌の人たちは雑魚でもの行く先だけについて回る油虫だ。どこまでもあの人たちは。
田隼人のことか。やめろ、あいつはもう死んでしまった。お別れするのではなかった。どこまでもあの方のそばに。させ、この世の中で繰りごとは無駄だ。十郎太様、私はもうこれでお別れします。別れる、なぜ。私、伊吹山の麓に身寄りがございます。それ一人で。それは無謀だ。第一、それじゃ正直言うと俺が困るんだ。こうして二人連れ立っておればこそ、お互いにも怪しまれずに済んでいるんだ。まあ、もうしばらくの辛抱じゃ。待ってきよった。さあ、歩こう。こうやっておっては人に怪しまれる。化け物のような面のどこに見どころがあるのか、殿も物好きな。おい、強情もいい加減にして素直に仕官するといい。本来ならいきなり切られるところを殿の物好きで、いや、殿のお情けで命は助かったん。ありがたく思わんて。何をこ。この俺の顔は才のものだ。お谷の城のものだ。誰がバカな。くらえ。よし、手だけほどいてやる。早く食え。飯だけは食うのか。そりゃ浅井の飯じゃないぞ。首をはねられる時の用意だ。せめて首だけでもしぶきを上げて勢いよく逃げるほど飛んでやる。早く食らえ。水を食え。贅沢なやつだ。あれ、そもそも今の世の中に生きていくためには何が必要だと思う？まず勇気だ。そんな変な顔をして俺を見るな。俺の言う勇気はお前の考えている勇気とは少し違う。俺の勇気とは立身出世のためにはどんなことでもする勇気だ。平気で卑怯者にもまた裏切り者にもなれる勇気だ。強いやつには犬のように尻尾を振り、弱いやつには狼のように牙を鳴らして飛びかかる勇気だ。あんたにはそれは無理だ。何？あんたにはその勇気はねえ。俺は。あんたは口先だけだよ、その証拠は。心に思ってることの半分も言えねえくせに。まああんたには誰か一人貢献役がなきゃダメだね。何とでも言え。酒の魚に聞いてやる。ねえ、悪いことは言わねえ。柄にもねえ大きな望みは持たねえで地道に終えなさい。できれば刀も槍も持たねえよかった。その方があんたには似合いますよ。まあお聞きなさい。こんな世の中だ、野心を持つなと言ってもそれは無理でしょうが、どんな人でも野心が持てるとは決まっていない。本当に野心が持てるのは
男の中でも特別のやつですよ。よし、行ったな。見ておれ、あと1年、1年後に会おう。立花十郎太がどんな男か、本当に見せてやる。嫌だ、嫌だ。また戦か。武田が明智城を攻めた。いや、もう攻めようとしたということじゃ。ほう、今度はいよいよ武田党だか。えらいこっちゃのはやて、今何見た？今雪を見ていた。嘘つけ。嘘？そうさ、お前が今見ていたのは雪なんかじゃない。もっと別なもんだ。さあ、おい、言えないのかい？そうさな、かのかもしれん。バカ、女なんかじゃない。もっと変なもんだ。変なものか。違いない。俺が今見ていたのは夢だ。夢？うん、大きな夢だ。どんな？まあ聞け。お前お城の天守に登ったことがあるか？じゃあ高い山へ登ったことは？山のてっぺんに立つのは大好きだ。よし、高い山の上に立つとどんな気がする？目の下にいつも見上げている高い山や雪を見下ろしたとき、どんな気持ちになる？大きなわしになったような勇ましい気持ちになる。うん、それから？大きな声を上げて叫びたくなる。それから？両手を広げて飛びたくなる。うん、俺が今見ていた夢はそういう夢だ。お前にはこの平野山は小さすぎるんだね。うん、お前いつかこの山を捨てる気だね。うん、ふざけるなも知らず、なんだかんだ勝手なこと言いやがって。お前は死んでたんだぞ。死んだはずのお前を助けたのは誰だ。なめて真似をすると生かしておけないから。畜生、そんなにこの山から降りたければ降りてもいいよ。近いうちある仕事でこの山を降りるんだ。あたいたちと一緒に降りて一緒に帰ってくるんだよ。また一働きやってもらいて。明智城が落ちたとすると次は高天神城だ。この喧嘩、織田が勝って出りゃ俺たちの稼ぎ時よ。はやて、今度はおめえにも言ってもらおう。
不服なのか。傷はもう治ってるはずだ。物取りの手伝いは困るな。何？お、なぜ嫌だ。言ってみろ。盗みは嫌だ。盗みは嫌で戦商売を死だっていうのか。これバカ野郎、侍がなんだ。あいつら戦をやらかして国を盗む大盗人じゃねえか。放て、お父さんに関わっていけない。黙ってろ。やや、お兄さん、前に出ろ。てめえを助けたのは誰だと思ってんだ。その恩を忘れて仲間に入るのが嫌だとよくも抜きしやがってな。これ知らねえな。おい、対処するな。お父さん、お父さん、止めるな。こいつの命は俺の勝手だ。早瀬は私が助けたんだ。お父さんの勝手にはさせない。俺を、お前はなぜ俺をかばったのだ。お前にかばってもらったおかげで俺はこの小屋を去れなくなってしまったじゃないか。早瀬、お前どうしてもここを逃げたいの？逃げたい。命にかけても俺は逃げたかったんだ。バカ、逃がしてたまるか。一緒に行かない。小屋に残ってる。それを知らせに来たんだ。当時は俺をどうかしようというのか。帰ってくるまで逃げないで。あやて、私の命をあげる。山を降りてくれ。お寮のやつが必死になっておめえをかばう気持ち、親の俺にはよくわかる。俺はお寮のやつがいじらしくってな。だがおめえが命にかけても仲間入りをしねえってことになれば話は早い。俺たちは不思議な巡り合わせだったが、やっぱり縁がなかったんだな。これはほんのろぎんだ。これで黙って山を降りてくれ。それが何だ。俺の口じゃねえか。あえて、これはどういうわけだ。あえて、なぜ黙っているんだ。お寮のやつがまさか。
知らねえってのは恐ろしいもんだ。今頃は流行ってのやつも。お黙り。お、あれは何だ。お、あれは何だ。本当の役人かな。いや、そうじゃねえよ。あれは賊だ。あれは物取りだよ。バカ野郎、本当にならこっちがわしだ。おう、みんな静かに。お前たち琵琶湖の下で何年飯食ってんだい、その月目。でもこっちは水の上はバチ。お黙り。あんなドブネズミに脅かされてお前たち引っ込むつもりかい。それでお前たち当時の仲間だってのかい、バカ野郎。残すと気がつかなかったんだ。こいつがね、船に慣れてやがって、もう船も人数も助かったやつは半分なんだ。それでよくてめえら帰ってこられたもんだ。いや親分、相手はみんな水の底だ。その代わりね、頭だったと連れてきましたよ。なぜ切らん。切るにゃおし、まあ見てくんなれ。どうです親分、これがノブシの頭だったんだから呆れるで。いくら親分が女嫌いだって一目見せずに切る気にはならねえ。いやい、人の顔ばっかり見せねえでてめえの顔も見せたらどうだ。噂に聞いたおめえの顔と地獄の鬼の顔とどっちがいい男っぷりだか比べてみてんだよ。あきれた女だ、おら。切られて笑ってやがる。女は消せ。親分、女を切ったんじゃねえんですけ。消せ。女に用はない。恨みを言いに来たんだ。おい、何だってあの時私を殺してくれなかったんだい。どこまで変わってやんだよ、この山。命助けられて恨むやつがあるっけ。おかげで私は地獄のせめさ。殺されてたって地獄のせめよ。死んだって極楽って感じかね。私は帰るもんか。用が済むまで
前から。早田って男のこと。何？早田。私にそっちは親の仇さ。それから。貝が逃げた。食うか。なぜ顔隠すのさ。お前さん本当は優しい人らしいね。すぐ出て行く。少し聞きたいことがあるんだ。お前の探している男のことだ。確か流行ってと言ったな。熱に浮かされてる相手にも何度かそう言ったが、うん、颯。颯なんて言うんだ。颯之助。さっさ颯之助。やっぱり。お前知ってるのかい。今どこに。それは知らぬ。知っていたのは昔のこと。いいやつだった。ねえ、こっちを向け。そして聞かせてくれ。颯のこと話しておくれ。ねえ、お前さん今あの人のことをいいやつだっつったね。ねえ、お前さん本当にそう思うか。え、うん、あいつはいいやつだった。おお、お前さんまだ生きてたかい。俺が死んじゃったと思ってるのか。カノは信濃へ行った。どうしても颯という人が諦めきれんと見える。死んだのもじゃおいまじで。そんなだ。そういうお前さんも離婚じゃねえ。何見たところ出世もしていないようだな。まあ見ておれ。侍は戦がなければ出世のしようもない。お前にしても砥石がなければ刀は研げまい。磨いても物にならん刀もある。俺が生蔵か生蔵でないか。まあ無理はしねえこった。死んだら元も子もねえ。他の連中がみんな討ち死にしても俺はしないよ。誰でもそう思ってるんだ。まあ見ておれ。
何？織田か武田か、それもわからんのか。それで人を探そうというのか。おっと、こちら。名前の聞かないし、何だい。名前を聞いても始まらぬわ。織田方だけでも総勢38,000だ。さっさ早手のして。聞かんな。どちらの家中だ。武田と一口に申しても総勢35,000。ごめん。じゃあ開けろ道を。お主も新参か。うん。わしも新参だが、この初戦勝ちたいの。天正三年5月21日の朝焼けは夢のように美しかった。そしてこの日の武田の攻撃もその空のように美しく儚かった。それはどこか早手の助の夢に似ていた。果ての夢、武田はまだ夢から覚めない。武田勝頼はこの日、日の傾くまで見果ての夢を見続けた。味方の大勝利だそうな。本当かそれは。ああ今殿のところへ堺の隊から報告があった。しょう。ほう、味方の勝利と聞いてなぜ怒る。これが喜ぶと思うか。俺たちは一体この合戦で何をした。
俺たちはただその境の谷の尻にくっついて、ゆべから山を登ったり下ったり、逃げ飯を3つも歩くっただけだ。はい、探しに行くんだ。カブト首をな。俺はな、戦をしに来たんだ。握り飯を食いに来たんではないわ。待て待て、首は取らせる。待て、待て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 、小娘に寄ろう。
こや。さあこや。ちょっとお母ちゃん呼んできておくれんか。どうも、うちらの方は一人でそれんわい。おらが家には金目のものは一つもありませんがの。いや、物取りではない。空腹などで無断で井戸の水を呼ばれた。おお、そうかそうか。食べるものなら台所になんぞあるやろ。勝手に探して食っていかんしたね。おじい。はい。剃ってあげようか。織田様のご家来衆かい。いや、落ち武者だ。そうかそうか、気の毒にの。早い戦がやんでくれんと困るな。兄貴坊は足軽に取り立てられ、姉川の河川で討ち死にしよった。そしたら弟坊主が兄貴の敵討ちじゃと言うて家閉じ出してそれきりよ。どこどで討ち死にしたことやろう。おじいは一人か。え？嫁と孫娘の茶子と三人暮らし。若い者はどんどん戦に突発して死んでいきよる。残り者は年寄りと女子ども。産んでなきゃ片思いよ。お前さんを親残して死ぬ口じゃな。せいぜいやるもよかろう。若い時は二度でいいから。あ、命の方も立つとねえから、気をつけた方がええぞい。おじい、桃か。せがれが生きていてくれたな。おじい、どうか達者でな。めったに死なねえよ。長生きしてくれ。はい。あの、武田の馬場様の軍勢が戦をしたのはどのあたりでしょうか。尋ね人だね。はい。探したって無駄だよ。武田は負け戦さ。この先に残ってるのは死骸ばっかり。生き残ったものは夕べのうちにみんな落ちたよ。あたらの好きな人も死んじまったかもしれない。また新しく作りゃいい。本当に私あの人が好きだったんだけどな。
任のある文字は一人だ。それなのに俺はもう5人分ぐらいの穴掘った。感情高い男だな。そうよ、俺は転んでもただ起きん。それは昨夜の亡者の鎧だな。さてはそれをどこぞで売り飛ばす気か。貴様は少し足りんな。鎧を売るつもりで亡者の担いで歩くバカはどこにいる。俺はな、この鎧をさらにこの俺を売り込むんだ。これから庭の陣に乗り込んで、この鎧を着ていた男の話をあることないこと喋りまくって俺を売り込む。ま、食い詰めたら庭のところへ俺を訪ねてこい。一緒に墓の穴を掘ったよしみで、馬の靴ぐらい取らせてやるわ。おお、また会ったな。お前に会っても仕方がない。まだ尋ねるとは見つからんと見えるな。うん、そうだ、この道を急いで行ってみろ。名も知れぬ死骸を山ほど埋めてござるわ。ご愛陸様だ、私の探してる人生きてるんだ。死なれてたまるか。早瀬、早瀬。おい、早瀬とはさした早瀬之助のことか。早瀬を知ってる。と言っても昔のことだが。私の知りたいのは今の早瀬のことなんだ。しかし一体早瀬はお前の何だ。命。命。あの人なしでは生きてはいけないんだ。でもあの人に会ったら生かしておけないんだ。待て、聞きたいことがある。太陽女というやつだ。いや、お前は早瀬のどこが好きなんだ。そんなこと知るもんか。ただただあの人の目を見ているとあの心を縛っておきたくなるんだ。なぜ。あの人はいつも遠いところを見ている。何か高い山の上から遠いきれいな雲を見ているような目なんだ。多分女にはそれが恋しいんだろう。大した出世だ。長篠じゃよほど人殺しに精を出したと見える。相変わらず厳しいな。ところで今はどこのご家来だね。うん、庭の家来だ。へえ、庭長秀様。よれば大樹の影と申すが、今度の安土の築城で少し運が開けた。へえ、悔しなもんだな。いくら戦場を血眼になっても開けなかった出世の道が、石垣の石をコツコツ積み上げてるうちに自然と開けた。あまり自慢になる話ではないがの。いや、人殺しなどせずに出世できりゃそれに越したことはねえ。ところが総司、今度いよいよ丹波へ出陣と決まってな。丹波。相手はたかが丹波の山猿だが、今度こそ立場の十郎太男になるぞ。で、攻める城目指すは八神だ。因果だ。何。いや、夢言ってもどうにもならんかった。いえ、カモのことだな。俺としたことがいい年をしてつまらない口を滑らせた。いえ、言わぬか。カモは一体どこへ行った。仕方がねえ、カモは丹波へ行った。丹波。それが相手は八神の城の侍だ。3日前だ。長いこと丹波へ出稼ぎに行っていた研ぎ師仲間が訪ねてきて、その噂話に
その侍の話が出た。八神の城がなかなか落ちないのも道理、旗野はいい侍を集めている。中でも能手の豪の者に早手と書いた旗差し物を持った侍がいる。そこまで聞くと加納の顔色が変わった。どこへ。丹波。ひどくうなされていた。それでうなされてたって教えてくれなくたっていいんだよ。眠りさえすりゃきっとこの夢を見るんだ。颯がね、高いところから落ちる夢なのさ。どうしたのさ、もっと言っておくれ。私は弥平次が好きなんだよ。弥平次はいつも怖い顔して黙ってる。なんだか大きな岩みたいだ。私はね、山にいる時よくそんな岩の上で眠ったのさ。見かけは怖いけど大きな岩は優しいのさ。おっ、左衛門どうした。どうした左衛門。どうしたもこうしたもね、ひでえ吹きぶりだ。なんだこりゃ。女だ。こりゃ女は俺のもんだ。文句はねえだろ。私を存じておるという。はい。わしは一向見知らぬ。確かあの時、ん、小谷の城が落ちる前夜。何、小谷の城で。たった颯之助様ご存じでございましょう。颯之助、そう申せばあの時颯を訪ねて参った女中があったの。それがそなただった。忘れもしません。颯様はあの時、弥平次のような立派な侍を捨てて逃げられぬと。うん、颯はそう言ったか。そのために私は十郎太様と共にお城を落ちました。そうか。思えば一朝の夢、過ぎ越し方が思い忍ばれる。して颯は今伊豆国八神の城にいる。風の頼りに聞きまして。何、
横見城に。それはいかん。横見城は小兄さんとの命だ。早く危ない。城の人間はみんなこの霧に酔っている。霧に巻かれてこの小さな城だけが天下のような夢を見ておる。霧はいいな。見たくないものは隠してくれる。皮肉を言うな。我らがこけいつまでもこの城が支えられるとは思っておらん。城とともに何百という命の消えることも知っておる。しかしこの霧の中ではそれがまるで夢のようにしか感じられん。お谷が落ちるときはこうではなかった。城の中の命という命がわめき狂って、それこそ生き地獄だった。ところがここでは誰も彼も酔い心地で死を待っている。これでさえこの城を枕にうつらうつらと死ねそうだ。危ない危ない。明智の軍勢も丹波切りに酔ったかな。いや、あれは庭の陣だ。明智は歌どころではあるまい。庭を火星に繰り出したところを見ても信長の渋い顔が目に見える。一押し来るかな。うん、最後の一押しがな。どこ行く？お城だよ。何？城と？城へ何しに行く？会いたい人があるのさ。お前より私が何だか知ってんのか？明智様のお武家だろ？違う、庭の家中だ。貴様は我らが八神の敵としてここを通る気か？そんなことどうだっていい。私は八神へ行きたいんだ。ただそれだけ。生きるしか。美しいのにかわいそうだもんじゃ。待て。おお、待て。かすれて。うまいな。近頃とんと物を言わぬ。坂本の富士の家を訪ねてからすっかり人が変わったな。ふん、女よ。ここへ出陣する前に祝言だけでもという腹で訪ねたらしい。驚いたか立花。この山奥でこのような美人をはべらして酒を飲む、まさに狐じゃ。こりゃ狐じゃ。丹波の狐は女子に化けるのが得手でな。俺はこの女を知っている。何？会えるのは会いたくもない奴ばかりだ。貴公たち、この女がなぜこの辺りをうろついているか知っているか？八神に会いたい男がおるそうじゃ。しかしその男が何者か知るまい。
それを知ってそのように落ち着いていられるはずがない。誰じゃ。ハヤテだ。ハヤテ、あの能手の豪の者か。しかし今や討ち取ったも同然だ。ハヤテがお前なんかに討ち取られてたまるか。種子島で討つ。お前をおとりにな。え、ハヤテならきっとこのおとりに引っかかる。それを一番よく知ってるのはお前のはずだ。あいつは羽もないのに山から飛ぶ。ちくしょう。こら、貴様長篠で何と言った。ハヤテに会いたい。しかし会ったら生かしておけぬと申したな。俺はその望み通りにしてやるのだ。今のカブラヤは何だ。ヤブミだ。何と言ってきたんだ。すまん。ヤブミがか。うん。また明智の泣き落としか。そのヤブミはお主のところへ来たんだ。はい。これだ。待て。四枚に話がある。お主、オレオという女を知っておるか。うん。その女が丹羽の手に捕まったらしい。そのヤブミはその女をおとりにしてお主を討ち取ろうという心が見えついておる。わしはその女とお主の因縁は知らん。しかしおとりに使われるほど縁のある女なら自分のためにお主が討ち取られるのを喜ぶとは考えられん。行くな。女はそれを祈っておるに違いない。早て、その手紙を読むな。早て、さっさ早ての助出会え。早て、山火の返答せ。島の用意はいいか。はよいか。俺がこの松明を早手に投げつける。その松明を目当てに撃つんだぞ。分かったな。はよし行け。
つ。バカ、大売りのほどだぞ。何？最初に恩を売ったのは貴様だ。俺は今それを返すまでよ。こっちは来るな。貴様を。どけ。お主が踏みとどまってもこの城は救えん。行け。行け。お主は生きろ。この城と共に果てるのは我らだけでたくさんじゃ。行け。よし！早て！今四方の山へ石山へ行くぞ！敵がおれば打ち返そう！よいか！山へも聞こえる山へ走れ！俺は行かん！俺は行かんぞ！何を見てる。何も見えない。八神の落ちる音を聞いているのだ。八神に飛んでいきたい。羽が欲しい。どうした。俺をどうしたんだ。
らは庭の家中の者、敵図を追った主を守って大見え下る。とさり、怪しい者ではない。とさり、何主を守ってという下の根の皮がのうちに主を捨てて逃げおった。捨てられる主も主じゃが、おっ、次郎だ。何、次郎だ、次郎だ、しっかりせ、次郎だ、わかるか、早手だ、早手、十郎だ、傷は浅いぞ、お龍、何か切りを裂いてくれ。畜生、何をする、何をする、お前こそ何をするんだ。この傷はお前を狙ったための傷なんだ。こいつは畑をおとりにしてお前を殺そうとしたんじゃないか。何、こいつはこのまま野垂れ死にゃいいんだ、自業自得さ。どうしてくれよ。次郎だ、お谷以外のこの槍だ。くれ、待て、待ってくれ。俺は加納を思って、ただ加納のために犬のような真似をした。俺、俺は犬だ。せめて犬らしく死んでやる。さあ、これさ、だがな、あやて、カノがどこにいるか、俺は今に死んでやる。あ、ジュロだ、ジュロだ、おい、非道らしい死に方じゃ。ジュロだ、ジュロだ。騒ぐな、カノの在りかは俺が知っている。何、お主は。おう、丹波じゃ。丹波、丹波も目と鼻の先じゃ。霧が晴れればこの峠から望み見える村におる。弥平次、その加納という女は弥平次が連れてきたんだね。怒るな、これも因果だ。怒りゃしないよ、ハヤテはもう諦めた。本当だよ、それよりも喉が渇いて死にそうだ。水か、うん、この下に死水があったじゃないか、あれをすくってきておくれ。弥平次のバカ、槍は置いていくんだ。槍を持ってどうして水をすくってくるんだ。一つ聞きたいことがある。当時のことだな、うん、聞いてくれ。俺も話したかった。あの朝、
俺がお前の櫛を見てるところへ東次が入ってきた。自分の刀で、しかし黙って、黙ってもう何も言わないで。しかし俺はお前の親の敵に違いない。違う違う、早くあたいの命、それだけ嬉しい。もうこれで思い残すことはない。親分、どこへ？